キンキキッズの堂本光一、ホーユー、福田裕太、辰巳雄大、腰岡優樹、松崎裕介、松尾龍、スペシャエル、松浦銀次が8日、東京・帝国劇場で光一が主演するミュージカル、エンドレスショックのゲネプロと取材会を開いた。写真、現在17歳、ウ々シー松浦銀次、一番左、2000年11月の初演で、 定劇史上最年少座長として高一が当時21歳で帝劇初出演、初主演を務めて以来、毎年上演し続け、全日程即日完売を毎公演積み重ねてきたショックシリーズ。ショックは、ショーマストゴーオンという言葉の意味を問い続けながら、エンターテイナーの高一とそのカンパニーが運命を駆け抜ける姿を描くオリジナルミュージカル作品。高一が、 足掛け24年間で大役なしの国内演劇単独主演記録1位を更新し続け、28日午後1時公演には大きな節目となる上演回数2100回を達成。世界的に類を見ない大記録となった。2024年公演は4、5月に帝国劇場、7月中旬から8月中旬にかけて大阪、梅田芸術劇場、9月に福岡。 博多座と全国を巡ってきたが、昨日11月8日から現帝国劇場最後の公演を行う。11月に